いやまたカラオケに来たね。歌っていい？今日なんだい？俺の持ち歌歌って。キリンさん歌って。お箱歌って。今日の曲はなんだい？これ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 。いいよ歌って。うん、これ。あ、出た。すげえ、これか。いいよね。この曲興味ねえんだよ。おい。この曲めんどくせえな。本当にいいよ、もう。この街に響く危ない、危ないすぎ、危ないよ。綺麗な罠を仕掛ける。そうそうそう、じゃあ危ない。玉、玉が、玉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 が、玉が、私の、私の最初に。いやいや、この曲かかってきたら俺来る、来るでしょ。愛の歌が。改めまして、本日のゲストは DAIGO さんです。出しますね。いきなり見せてもらっちゃったからね。DAIGO さん、はい、いやまあね、ゴールデンボンバーさっきもね、毒蜘蛛女でもすごいお世話になってるわけなんですけれども、一方的に、はいはい、巷でね、はい、俺の写真が無許可で使われてるっていう、そう、あのウィッシュのタイミングでライブでこう出させていただいてる、聞いて、それでちょっと俺もちょっとチェックしてみて、あの動画サイトで、某動画サイト、はい、上がってますね、チェックしたら、はい、そしたらね、その映像ではね、なんかこう巧妙なモザイクがかかってて、はい、DAIGOさんね。事務所判断ですね。でも完全シルエットは俺で。そう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 。いやでも怒られたりはせずに、なんとか今までずっとね使わせていただいてますけど。怒りとか感じませんでした。そう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 。勝手に使ってんだよみたいな。いやでもほらその頃すでにもうゴールデンボンバーが話題になってきてたから。うん。それはほらこっちもさ。美味しいものにあの向かいたい。気持ち変わってないんですね。昔から変わってないんだ。お前たちの挑戦を待っている。点数ぴったり歌いましょう。いいね。はい、分かった。何？ジュンジュンね、はい。こういうね、はい、コーナーのタイトル言うときだけすっごい生き生きしてる。全体的にちゃんと頑張ってますよ。ここだけじゃないですよ、ね、絶対自分が 100% 映るとこだけ頑張る。違う違う、あ、あとは基本手抜きますね。違う違う、ちゃんとやってます。いやいや、はいはい、ゲストにね、名曲を歌っていただくこのコーナーなんですけれども、はい、DAIGO さんにはですね、曲数ナンバーワンカラオケジョイサウンド F1 に搭載されている、この分析採点3で歌っていただきます、視聴者の皆さんも分析採点3で歌っていただいて、ぴったり同じ点数がですね出た方には抽選で素敵なプレゼントを差し上げます、参加方法などは後ほどということでね、はい、DAIGO さんがですね厳選する名曲は何なのでしょうか。はい、はい、僕はですね、はい、今日はサザンオールスターズさんのホタル、ホタル歌わせていただきます。ボーカリスト DAIGO として、はい、真剣にこの曲を歌わせてもらいたいと思います。それでは歌っていただきましょう。 DAIGO さんでホタル。愛の歌が途絶えるように心の明かりが消えたの。ただ一度の人生を捧げてさらば友よ、永遠に眠れ。青空は悲しい空、揺れる木漏れ日が切なくて、夏が来るたびあの日と同じ風が通り過ぎていたよ。
また会うと約束をしたね。ありがとう。あ、ペース。さあ、ペースじゃないこれ。おお、88.772。すげえ。すごい。高得点。うわあ。すげえわ。一芸披露のコーナーじゃないですか。ポカーンでしょ。相当本気でしたね。カラオケ大喜利。このコーナーではその名の通りカラオケにまつわる大喜利で番組にね彩りを添えていこうということです。ということで今週のお題発表します。お願いします。ダダン。音痴をやんわりと表現してください。なるほどね。伝えづらいからね。ひどい言葉ですからね。そうだよ。はい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 、早いな早いな。アンティー。言い方そういうこと。ネイティブな感じになる。なるほどね。はい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 。お、キャナ。やっぱこう、まあ音、まあ、結構ね音程外したりこう曲をやっぱ自分のね、うん、こう感じにアレンジしちゃう天才ですから、うん、マエストロ。おお、これいいわ。はい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 。はい、音痴をやんわりとね、はい、異世界では歌姫。うん、なるほどね。これどうですか。なるほどね。これ俺なかなかいいんじゃないですか。本当ですか。じゃあ、音痴をやんわりと、やっぱ言い方がいろいろあると思うし、音痴をやんわりと言うとね、こんなんじゃどうかな。うん、上手なジャイアン。ジャイアン入ってる段階でさ。だいぶ失礼な言葉だけどね。ちょっと傷ついちゃうんじゃないの。形容するなら上手なジャイアンと言っといたらまだやんわりとしてんじゃないかな。なるほどね。はい。音痴をやんわりと。オンティーのパエリア。どういうこと。一人だけなんか違うゲームをしてるんだよ。あのね、ごめんごめん。これはごめん、これはごめん。これはごめん。続いてはゲストクイズ。これからゲストにまつわる数字クイズを出します。おー、はい、正解から一番遠いメンバーは罰ゲームを受けてもらいます。おい、罰ゲームがあるんですよ、この子は。マジで。そうなんですよ。これじゃあいきますよ。はい、クイズ。僕、大吾が、はい、過去に、はい、なんとカラオケボックスでアルバイトをしたことがあります。おお。そのアルバイト期間どのくらいでしょう。マジ、全然わかんない。コンさあ、何それ。誰が当たるかな、誰が当たるかな。ちなみにそれちょっと芸人やってる。それ気をつけてください。ちょっと変わってるから。ちょっと変わってるから。メロディー変えた。じゃあ皆さんどうでしょうか。整いましたでしょうか。はい、じゃあ俺からいきます。もうじゃあこれ大吾さんね、1年じゃないかと。これはもうね、なんか1年ぐらいでなんかもうそこをマスターしちゃって、うん、もうここから学ぶことはねえやぐらいの感じで、なるほどね、どんどんなんか言ってるのではないか、なんとなくですけど。じゃあ俺行こうかな。はい、1週間。わあ、攻めたね。はい、なんか大吾さんは、うん、あまり我慢できなさそうな。ちょっと失礼かもしれないけど、ちょっと我慢できない。ほんと。じゃあ僕行っちゃいますか。はい、僕は2ヶ月。あ、2ヶ月。おう、まあ、僕もこれもっと少ないかなと思ったんですけど、うん、やっぱりこうバイトのイメージがないから、あ、だからバイト自体がもう短いんじゃないかと、うん、あ、なるほどね。ってことは最後のキリさん。いやいやいや、大吾さん言うてもね、こんなもうしっかりした方ですから、うん、ね、そう4日。どこがしっかりしてんだよ。俺を下回ったよ。どこがだよ。もう家計的にバイトなんてイメージとこうかけ離れてるから。確かにそうなんだ。そうそうなんだ。こうみんな出揃ったところで、ね、はい、大吾さんの方に正解をですね、はい、出していただきましょうか。お願いします。正解は、はい、3、1年。うわー、さあ、ジャスト。あー、マジで、すげー。こんな気持ちよくジャスト。まあ詳細言うと、はい、はい、あ、そうそうそう、聞きたいです。1年で終わった理由は、はい、遅刻が多くてクビになったということで、正解から一番遠いのはキリウィンショウさんです。やっちゃった。なんだろうこれ。さあ、本日の罰ゲームは何でしょうということでね、悪魔の口ボックスが出てきましたよ。本当だ。行かないと。これなんだろうな。これちょっと口の中に花火がいい。やだよ。お、あ、ゴムパッチン。ゴムパッチン。いやいやいや、俺
歯が少ないから、じゃ医者に止められてんだね、今回。そんな人いる？歯がスカスカだから。お、よし、ここパッチします。ここパッチします。ここじゃあ歯科に持っておいてもらって。絶対痛いじゃないですか。あ、そう。大丈夫、それお願いします。お願いします。しっかり押さえておいてください。何がいけんや。あ、結構伸びるの。ふわい、ふわい。結構伸びるよ。ふわい、ふわい。ふわい。ふわい。なんて言ってんの、ふわい。いや、古い、古い。ふわ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 い。まだ伸びる。ちょっと待って、俺も怖い。大悟さん巻き込まれてますよ、これ。気をつけてください、巻き込まれます。俺も怖いよ。よし、行こうか、行くよ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 。三、二、一。怖いやつ、怖いやつ、怖いやつ。なんだ、鶏がいたぞ今。鶏が鳴いてたぞ今。どういうこと？どうした？どうした？鶏鳴いた。さて、DAIGO さんはですね、ライブ DVD が発売されるそうなんですけれども、はい、どんな DVD というか内容になってるんですか？これは僕がですね、はい、ダイゴールドというアルバムを出して、はい、そしてダイゴールドツアーというのを回りまして、うん、そのファイナルの公演が収められてライブ DVD ってなってます。俺が全部作詞作曲してるっていう、そのアルバム、まずそこが見どころだということと、まあ、あとはその俺がやっぱりこうライブ DVD の編集にねしっかり携わってますから。This is DAIGO。 内容が楽しみですね。そう、はい、DAIGO さん本日いかがでしたでしょうか？まあ、一言で言うならね、MY かな。 MY ね、また呼んで。また呼んで。なるほど、ぜひまた来て。ぜひ来てくださいよ。ぜひ。すぐに言ってください。また来てください。面白かったっすよ。いや、ありがとうございます。はい。はい。はい、さあ、僕たちが今ここにいます、ジョイサウンド品川港南口店には、ゴールデンボンバースペシャルルームという部屋がありまして、うん、ゴールデンボンバーのクリアファイルなどの素敵なお土産をご用意しております、うん、また僕たちとメッセージのやり取りができるかもしれない思い出ノートが置いてありますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。マジで、マジどかしてですよ。何か違うこと言いました。何かありました。その思い出ノート書けば、はい、そのシルバーダイナマイトと、いや、ゴールデンボンバーですよ。ゴールデンボンバーに番組の終わりの終わりで、ごめんごめん、間違えた。ゴールデンかボンバーどっちか合わせて、ごめん、最後の最後ね、せめて覚えて帰ってください。はい、本日のゲストはダイゴさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。